ということで見てください、これもう沖縄といえばポーク卵おにぎりか、はい、空港でね買ってきたんで、はい、早速食べましょう、はい、人気店ですから、人気店もうめちゃめちゃ並んでましたからね、はい、これ買うだけに30分近く使ってるからね。ね、あ、ちゃんと見てください、書いてますよ、ほら本当だ、シールが貼ってあるという。で今回僕はですね、島豆腐厚揚げと油味噌というちょっとスペシャルなやつを一個買いまして、ふっくんよ、はい、僕もうシンプルイズベストってやつです、そうですね、一番定番っていうか、はい、ポー玉、もうお店の名前にもなってるやつ、そうですね、これ見てください、これ、卵とあとスパム、そうです、が入ってると。いただきます、はい、うまっ、久しぶりの社祭ですよ。ということで今回は沖縄に来ております。来ました、沖縄開催メンソーレー、テンション上がりすぎ全然寝てないけど、はい、テンション上がってる、逆に寝てなさすぎてテンションが上がってます、逆にね、はい、今回は2人とも2時間ぐらい寝てないです。いや、そうですね、はい、飛行機の中でちょっと寝ただけで、あまりに出発が早かったんで寝ずに来ました。でですね、まあ、沖縄にちょっと来たんですけど、今回はですね、ちゃんとね、あのね、手太り旅行ではありえないんですけど、ちゃんとプランを組んだんですよ。今まではもう行き当たりばったり前日に決めてみたいな感じだったんですけど、お店の予約もしましたし、こう皆さん恒例のすっごい邪魔だな、すっごい鬱陶しいな皆さん恒例の手太りと言ったらなんか定休日がありますよねみたいな、行ったらお店閉まってますよねみたいなのは絶対にありません。今回僕がね調べたんで、全部一個一個見てるの。いやー、まあふっくんが決めたんだったらね、さすがにないでしょうね。ないです、絶対にないです。でですね、まあちょっと残念なお話がですね、早速一個ありまして、天気悪いんですよ。そう、それですよね、一番ちょっとネックというか、まあ別に観光できないような感じではないんですけど、今のところは4日間僕たちいるんですけど、3泊4日で4日ともね、なんか天気あんま良くないらしく、今日は1日目なんですけど、1日目はですね、もう時間がもうお昼過ぎちゃってる状態なんで、ここから観光ちょっと難しいので、ご飯を多めにちょっと今行ってるというか、ご飯動画になりそうな感じがするんですけど、で最初まず朝ポー玉、はい、ポーク玉を、はい、食べましたね、はい、はい、でこれから行くのがですね、ソーキそばを食べに行きます。まあもう沖縄といったらソーキそばでしょ、はい、はい、2021年ソーキそばランキング1位の店です。中村そばっていうところにちょっとですね行こうと思ってるんですけども、アーサそば、アーサそば、はい、はい、青さですね、鳥みたいな、あれのそばがめっちゃ絶品ということなんで、早速そこでねちょっと行って食べていきたいと思います。行きましょう、はい、今回は食で行きました、食で、食の沖縄、もうね、なので今回は食べ物ばっかりが出る動画になると思いますあとあれだ、中村そば見つけたやったここです、うわ、海きれい、そっち、海きれい、そばこっち、めっちゃ混んでんじゃん、すっごい、ほら激混みですよ、やば、来ましたよ、中村そば、そして激混みというね、やばくないこれ、だって今2時20分なんですけど、はい、マジで混んでるやばい、ね、2期でだってもう20組は何でもんね、ね、さすが2021沖縄そばランキング1位のお店ですね。そうだね、はい、なんで僕たちもちょっとこの綺麗な目の前の海を見ながら、アーサそばか、うん、食べれるまで待ちます。はい、
他のとこに。いや、見に行ったよね。プレーンね。俺はプレーンを食べたいからプレーンを取ってくれ。トンがありますよ、左に。あお。素手で取らないでください。危ない危ない。あ、めっちゃいい香りする。やばい。黒糖とかも気になるんだけどね、正直。王道そうだね。ね。ココナッツがすごい口なんで、僕ココナッツ買っていただきます。ブルーシールもあるんですね。本当だ。ウベとかさ、黒糖とかさ、塩チンスコーとか、多分これ沖縄限定じゃない。サンフランシスコミントチョコっていう。これ食べたいんですよ。これちょっと最終日食べる。最終日ね。ダイヤと申します。初めて聞いた。しかも丸くないし、丸くないです。茶色いしね。サーターアンダギーを食べたいと思います。プレーンです。いただきます。あ、マーブル、あったかい。あ、うまいわ。うまい、うん、口の中の水分全部持ってかれる。そうだよね、それはあるよ、確かに。俺の口の中がサハラ砂漠になってるから今。サハラよりサハラ。サハラよりサハラ。それはやべえだろ、これ。口の中やばい、マジで。じゃあオアシスを見つけてくれ。オアシス見つけよう、これは。どっかでオアシスないかな。うん、外行けば大量のオアシスが。探してきます。見てください、これ。じゃあ、ココナッツ味、はい、いただきます。どうぞ。まあ、ココナッツは僕、あれなんですよ、好きな食べ物トップ3の中に入るんですよ、ココナッツは。チョコミントと一緒に。はい。チョコミントは今1位なんでしょ。チョコミント1位ですね。で今ランキングで1位にチョコミントって入りました、はいはい、多分この辺の右、ここら辺に、はい、多分チョコミント出てるのよ、ね、じゃあ2位、3位ちょっと並べてよ。まあ、ココナッツは3位ですね。あ、ここに入るのね、はい、ここにこの部分にココナッツは3位。ココナッツって、はい、じゃあこの2位の部分何が入るの。2位はですね、まあまだ決めてないですね。ということでいただきます。はい、どうぞ。うん、うん、うまいココナッツだわ。口の中の水分全部持ってかれんな、これな。うわ、パクってじゃねえよ。全然やってるけど大丈夫。大丈夫です。はい。300m ぐらい。はい、頑張ります。はい、100円です。はい。いらっしゃいませ。お金を入れてください。ただいま。学生でも行けるか。いや、行けないよ。行けるわけねえだろ。し学生でも料金一緒じゃねえか。あ、そうか。あ、写真。なるほど、ありがとうございます。すいません。面白い、楽しそう。あっ、やばい。じゃあ行きますか。行きましょう、この雨の中。雨の中の万座棒に行きますよ、皆さん。やべえな。バシャーなってる、バシャー。バシャーやん。あ、そういう意味なんですね、万座棒って。あ、なるほどね。万人を座するに足るけ。はい、ということで、まあ、一応ですね、ここから300メートル近く歩くらしいんで、はいはいはい、セルフの撮影場所がありますよ。あ、本当ですね。あ、いいね、いいね、いいね。いいですね。これ景色良ければ後ろ青空が映ると、海も。なるほどね。はいはい、こんな感じで。雨の中の観光は初じゃないですか。大島以来ぐらいじゃない。そうだね。観光地見んのなかなか傘さしながら撮ってるとこってあんまないんですよ。ないですね。そう、移動してる時とかに雨降ったりするんですけど、はいはい、意外とね、止むからね、観光してる時は。そうなんだよね。広いな、敷地が。すげえ、これ見てください、これ。うわ、あ、これですね、ちょっとくぼんでる。ここだ、多分。ほら、来るよ。来ちゃうよ。来ちゃうよ、みんな。この左側にある。もう見えそうですね、はい、じゃあ行きますか。3、2、1。お対面。おお、見えてますよ。すげえ、あれが万座も。万座も。あの先端にあるジョンさんの鼻の持ったような。もう夕日がね、本当は綺麗で、今日とかだと18時ぐらいが綺麗に映るよ、書いてあったんですよ、リベテとか。あ、そうなんだ。はい、でも本当は18時ぐらいにね、晴れていれば、夕日とともに綺麗な万座もが見えたはずなんですが、一緒は変わんないから、雨だろうが、晴れだろうが、万座もは万座もやから。そうですね。お、すげえ、すげえわ。なんだこれ、すげえな。普通すごいな、なんか入り江みたいになってる。ね、
ちなみに真ん中に映ってる白いホテルがアナインターコンチネンタルマンザビーチリゾートっていうホテルですね。あそこだって、だってあのホテルのためだけになんか出てるようなね、なんかあそこだけ飛び出てるんですよ、なんか。そうだ ね、 ね、はい、こっちはプレゼントで差し上げちゃう。ありがとうございます。おー